クライスラービルディングはアメリカのニューヨーク市マンハッタン区タートルベイにある超高層ビル。その優美な姿はニューヨークのマテンローの中でも特徴的なものでありアメリカ合衆国のシンボルの一つである。クライスラービルディングはレキシントンアベニューと東42丁目の角に立つ。ウィリアム・バン・アレンがウォルター・クライスラーによる自動車メーカー。 クライスラー本社ビル建設プロジェクトのために設計した。長部、壁面、内装にアールデコの装飾が施されている。もともとは自動車メーカーのために建てられたことから、各所に自動車をモチーフとした装飾が施されている。完成した1930年から1950年代半ばまで。 クライスラー社の本社が所在していたが、建設費はすべてウォルター・クライスラー個人の資産で支払われた。現在はクライスラーの手を離れており、ドイツの投資会社とアメリカの不動産会社、保険会社が所有している。2008年7月にアラブ首長国連邦のファンドが所有権の75%を買収した。2007年度にアメリカ建築家協会より発表された。 アメリカズフェイバリットアーキテクチャーでは第9位に選ばれている。このビルはアールデコ建築の古典的代表作とみなされている。18から8ステンレスコーを最初に大量使用した建築物でもある。ロビークライスラービルディングは高さ世界一の超高層ビルを目指して1928年9月19日に着工した。当時、ニューヨーク市内では高さ世界一を狙う。 超高層ビルの建設競争ブームの真っ只中であった。この建設は特にウォール街のウォールタワーと世界一の高さを競って当時としては猛烈なピッチで進められた。平均して1週間で4回分の高さを増していくというペースにもかかわらず、この建設工事中に死亡した作業員はいなかった。当初の計画では246メートルであったが、 ライバルのウォールタワーは高さ260メートルの計画で建設を進めていた。そこで世界一を目指すウォルター・クライスラーの移行を受けて282メートルへと設計変更された。しかしウォールタワーはさらに急遽計画を変更し1930年4月に高さ283メートルで完成した。この時点では未だ竣工前の282メートルの クライスラービルディングをわずかに上回り世界一のビルとなった。ところが、ウォールタワーの直前の設計変更を聞いていた、クライスラービルディングの設計者、ウィリアム・バン・アレンは、ウォルター・クライスラーの許可を得て、ビルの上に追加する38メートルの戦闘の製造を秘密裏に開始していた。この戦闘は4つのパーツに分けて、ビル内部で製造され、 1929年10月23日に、先頭の底辺部分が一度ビルの上のドームに取り付けられ、すぐさまビルの66階の内部に戻された。1930年5月20日に38メートルの先頭を追加して319メートルとなり、クライスラービルディングは完成した。5月27日にこのビルは一般に開業した。こうして、ウォールタワーを上回り、 世界一高いビルの座に着くことができた。しかし、翌年の1931年にエンパイアステート、ビルディングの完成により、世界一の座を明け渡すことになる。それでも、アメリカの1920年代の繁栄の歴史を物語るニューヨークのマテンローの中の傑作である。また、戦闘の追加により、エッフェル塔の312.3メートルも抜き、 ビル以外の建築物も,も含めて世界で一番の高さとなった。登場作品する作品、ナッシュ、エリック・ピーター、マグラス、ノーマン、マンハッタンスコヨースクレイパース、プリンストンアーキテクチャラルプレス。 p63isbn9 長7815億6898万 1819http コロンスラッシュスラッシュ books.google.com スラッシュ id イコール l3 r2 d1 ユークックアンドピコグラムイコール pa63 アンド d q イコールクライスラービルディングナンバーオブストーリーズアンドキイコールクライスラービルディング ニューヨーク市歴史建造物保存委員会2020年8月14日閲覧クライスラービルディンググラウンドフロアインテリアニューヨーク市歴史建造物保存委員会2020年8月14日閲覧ナショナルパークサービスナショナルレジスターインフォメーションシステムクライスラービルディングナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズナショナルパークサービス2020年10月12日 閲覧。クライスラービルディング。ナショナルヒストリックランドマークサムマリーリスティング。ナショナルパークサービス。2015年2月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年1月15日閲覧。クライスラービルディングエンポーリス新建築者。NHK 夢の美術館世界の名建築百選。新建築者。2008年222ページ。 ISBN 978から4から786902192。ピアポント、クローディアロス、ザ・シルバースプヤ。ハウツーメンズ・ドリームス・チェンジド・ザ・スカイライン・オブ・ニューヨーク。ザ・ニューヨーカー。h t t p コロンススララッッシシュュ w w w j a y e b e c o m d i s c o v e r i e s クリティシズムスラッシュシルバースプヤ。htm2011 年10月23日。 閲覧。エンポーリス GMBH エンポーリスデータ。A セレブレイテッド3ウェイレース2ビカムザトーリストビルディングインザワールド。e m p o r i s c o m 二千十年九月二十七日閲覧。ザマンハッタンカンパニースカイスク n y s k o r g レース2エレクトザトーリストタワーインザワールド。スカイスクレーパー .org 2010年9月27日、閲覧。ABC University of Wisconsin Madison School of Engineering The Chrysler Building h a t Enpolis GMBH Chrysler Building EMPOORIS.com2010 年9月27日閲覧。ストラビッツ2002 Pages 13 and 161イメージキャプションナンバー39ありがとうございます。